の娘としては初共演です。私たちもとても楽しみにしていました。皆さんも楽しんでください。ガールズビーアンビシャスさんは西尾市初のダンス&ボーカルユニットとして見事オーディションで選抜された5人の中高生が昨年4月お隣西尾市に彗星のごとく華やかにステージデビューを果たしました。小さい頃からダンスやボーカルのレッスンを続けてきた彼女たちはそれぞれにいつか輝きたいという夢を持ち、そして生まれ育った西尾市を活性化させるための力になりたいという願いとともにアンビシャスの名の通り大志を抱いて走り始めました。これからも幅広く活動していきたいと思いますので、たくさんのご声援をよろしくお願いします。ご紹介します。モモ、セイナ、セリ、ノン、ルカの5人です。ガールズビーアンビシャスさん、よろしくお願いします。みんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう、めちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
めての方が多いと思うので、と各自の自己紹介をさせていただきます。と私はこのガールズビーアンビシャスのリーダーを担当します、ももです。よろしくお願いします。Thank you.
ぜひ皆さんも結構これ乗りやすい曲だと思うので、ぜひ覚えてください。あ、タオル。そう、次タオル。タオルを使うんですけど、タオル持ってますよっていう人いますか？タオル。あ、何のタオルでもいいです。看板娘さんのタオルでも全然何でもいいです。タオルがあればタオルでいいです。タオルがなかったら手を挙げてください。そうです。ちょっと一緒に盛り上げたいと思うので。タオル必要なんですよ。ね。そうだよね。そうだよね。ちょっとね、緊張しちゃって。ね。そうだよね。そうです。はい。いけそうですか。どうですか。いけない人。大丈夫。いけない。大丈夫。いける人。はい。はい。行きたい人。やりたい人、はい、じゃあどうす、この曲が最後になるんですけど、でそこでちょっと皆さんに言いたいことがあって、今新曲を作ってるんです。でそこのめっちゃお、なんて言うんですかね、そこの重大発表って言うんですかね、重大発表なんですけど、このボーカルのセイナがちょっと作詞作曲「涙で確かめるのに誰だい」
聞いて、あ、もちろん存じ上げておりました。多分もうこういう感じですもん。ガールズビーアンビシャス。